こんにちは、なまらでっかい堂です。今回からは実際になまらのメンバーが卵かけご飯を作っていきます。パート1とパート2では札幌近郊で6次産業化の認定を受けている長光農園さんとウォーターファームさんの卵を使用して TKG を作ります。パート1の今回は長光農園さんの卵を使用します。長光農園さんは卵の生産販売だけでなく、自社の卵を使ってプリンやケーキなどのスイーツを作り、それを農園内にあるカフェで販売しています。また長光農園さんでは鶏を平飼いといって地面に放して飼っているそうです。本来はケージ飼いの方が生産効率は高いけれども、あえて生産効率の低い平飼いを選んでいるのには理由があるそうなんだ。ふむふむ。鶏が自由に動き回って本来の習性に沿った生活ができるから、より健康になり、より良い卵を産めるそうです。へー。代表の中道さんは本物の良い卵を生産したいという思いから平飼いにこだわっていますと話していました。生産効率よりも卵の質を重視する、まさに量より質、素晴らしいですね。長光農園さんの卵には平飼いならではの特徴があります。へえ。代表的なものだと、まず黄身が甘い、2つ目、黄身の色が自然な黄色をしている、3つ目、コクと旨味がある。これが主に挙げられます。これらはもちろん平飼いの効果もありますが、他にも餌に工夫をしているとのことです。木柵液は甘さを引き立て、 100% 北海道産の穀物飼料は黄身の色素を薄く自然な色にし、魚粉や海藻を混ぜることでコクと旨味が生まれる仕組みになっています。様々な工夫を凝らしているんですね。他にも殻が硬かったり、黄身が箸で持ち上がったりするなどの特徴があります。これは TKG を作るのが楽しみになってきましたね。そうですね。じゃあ早速 TKG を作っていきましょう。
いかがだったでしょうか。今回は長光農園さんの卵を使ってスタンダードごまとキムチ、海苔となめたけの TKG を作りました。次回もユニークな TKG を紹介していくので、ぜひぜひご覧ください。チャンネル登録、グッドボタンも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。